皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編109編、指揮者のために、ダビデによる賛歌。私の賛美である神よ、沈黙しないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語るからです。彼らは憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私に挑んできます。私の愛に変えて、彼らは告発で応じます。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、愛に変えて憎しみを私に返しました。どうか彼に対して悪しき者を使わし、告発する者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、有罪が宣告され、彼の祈りが罪とみなされますように。彼の日数はわずかとなり、その務めは他人が取り、子供たちは皆仕事なり、妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよいながら物乞いをし、荒れ果てた家を離れ、施しを求め続けますように。金貸しが彼のすべての財産を没収し、見知らぬ者が老苦の実を奪い取りますように。彼には恵みを施す者もなく、そのみなしごを憐れむ者もいませんように。その後の子孫は断ち切られ、次の世代には彼らの名が消し去られますように。彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように。それらがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように。それは彼が恵みの技を行うことに心を止めず、苦しむ者、貧しい者、心ひしがれた者を追い詰め、殺そうとしたからです。彼が呪いを愛したので、それは自分に返ってきました。祝福を喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。衣のように彼は呪いを身にまとい、水のようにそれは彼の内臓に、油のように骨にまで染み込みました。それが彼を覆う服となり、
いつも締めている帯となりますように。このようなことが私を告発する者たちへの主からの報いでありますように。私の魂に災いを告げる者たちへの。しかし神よ、私の主よ、あなたは皆のために私に御業を行ってください。御恵みの素晴らしさのゆえに、私を救い出してください。私は苦しみ、そして貧しく、私の心は私の内で傷ついています。私は伸びてゆく夕日の影のように去りゆき、稲子のように振り払われます。私のひだは断食のためによろけ、肉はそげ落ち、痩せ衰えました。私は彼らのそしりの的となり、彼らは私を見て頭を振ります。私の神、主よ、私を助けてください。あなたの恵みによって私をお救いください。こうして彼らが知るようにしてください。これはあなたの見て、主よ、あなたがそれをなされたのだと。彼らは呪います。しかし、あなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がり、恥を見ます。しかし、あなたのしもべは喜びます。私を告発する者たちが侮辱をこむり、恥を上着として身にまといますように。私はこの口で大いに主に感謝し、多くの人々のただ中で主を賛美します。主が貧しい人たちの右に立ち、主を宣告する者たちから彼を救われるからです。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。藤田直子さんの曲で、ナードの香油、どうぞお聴きください。
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース、今日の聖書箇所、ルカの福音書11章9節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。アーメン。おはようございます。沖縄ベタニアチャーチの石田千賀です。今日の聖書のお話です。早いことが良いとされている時代です。わからないこともスマホですぐに調べられますね。早いことに慣れているから祈りにも早く答えてほしくて、少し待って答えられないなら諦めてしまったりしませんか？そんな待てない諦めやすい私たちに対してイエス様は面白い例え話をしてくれました。真夜中のことです。ある人の家に、こんばんはと友達が訪ねてきました。その頃は昼間は暑くて旅行ができないので夕方から旅行をすることがあった。さあさあ中に入って休んでください。その人は喜んで友達を迎えました。遠くから歩いてきたので、きっとお腹が空いているんだろうと思いましたが、あいにく食べ物が何もありません。困ったなあ。こんな時間にお店は開いてないし。そうだ、隣に行ってパンを借りよう。隣の人の家に行き、トントンと戸を叩いてみました。誰も出てきません。もう少し強く、ドンドンドンと叩くと、中から眠そうな声が聞こえました。一体何時だと思っているんだ。用事があるなら明日にしてくれよ。そんなこと言わないで、お願いします。パンを三つ貸してください。友達が訪ねてきたけれど、食べさせるものが何もないのです。ダメダメ。静かにしてください。子供たちもみんな眠っているんだから。いくら断られても諦めないで、何度も何度もお願いしました。すると隣の人はしつこいなぁと言いながら起きてパンを貸してくれました。お話が終わるとイエス様がおっしゃいました。諦めないで何度も何度もお願いしたからパンを借りられたのですよ。ルカの福音書11章9節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。人の迷惑も考えずに、わがままを通しなさいということではありません。神様は私たちの祈りを一言も漏らさずに聞いて、一番良い答えをくださるお方です。遠慮せず、戸を叩き続けた人のように、答えをいただくまで祈り続けましょう。私たちの思いが、神様の考えとはずれている時もあります。すぐにお願いを聞いていただきたいのに、なかなか叶わないこともあるでしょう。長い間待った後で願いが叶うこともあれば、その願いが実は自分にとって正しいものでなかったと気づかされることもあります。神様は
いつも私たちが願う以上の良いものを与えようとしてくださるのですから、神様の愛を信じて諦めずに祈り続けましょう。神様を見上げてしつこく祈る。これはわがままではありません。神様は喜んでいるのです。私たちのしつこさに、しょうがない、祈りを聞いてあげようということになるわけです。私ももう祈りしかないねっていうことを何度も通されました。結果が出るまで祈り続け、神様の結果はその人にとって一番良い結果が出るわけです。私の気持ちは全部ご存知であります。苦しい中でも相手が祝福されるように祈り続けたこともあります。無駄なことは一つもありません。祈ることによって重荷を下ろすこともできました。問題を足元に置くことができたのです。そして神様を見上げ、神様の仕事を一生懸命して、私が祝福を受けました。相手が祝福を受け取らなければ私に戻ってくるんですね。15年ぶりに娘と和解ができた時はとても嬉しかったです。慰め、励ましをいただきました。祈りをやめないで、祈り続けることを教えてもらいました。振り返って、どの結果も私にとって一番最善なことであります。神が私たちの祈りを聞き、最善を与えてくださることを知り、諦めずに祈るものとなりましょう。お祈りします。必ず答えてくださることを信じて祈り続けます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。グッドニュースはいかがでしたか？次は松田詩恵さんの曲で褒め歌、どうぞお聴きください。
ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。